はい、こんにちは、こんばんは、ヨーレイです。今回ですね、話す内容は、俺がね、今勤めてます自称ブラック企業なんですけども、まあ、社内カースト制度があるよということで、まあ、上級社員と下級社員っていうのがあって、まあ、下級社員は現場作業、ブルーカラーの仕事で、上級社員っていうのは、まあ、営業関係だとか管理職、管理部門か、管理部門の方で、まあ、どちらかというとホワイトカラーの仕事が中心になってくるんですが、相変わらずその現場研修とかをやったんだけど、全然身になってなくて、あんまり頭にも入ってなくて、何も考えないで仕事されている、若手社員の話なんですね。ちょっとね、今回ですね、なんで話そうかと思ったかというと、その世代ってそんなもんなんですかというふうに、俺は疑問にちょっと思ったんで、まあ、それを問う意味でも、ちょっと問題定義として、まあ、話題にわざとしてみようかなと。ちょっと彼にとっては熾烈な言葉なんな、熾烈な内容になってくるかもしれませんが、今年24歳になるわけですね。大学卒で4年生の大学を、浪人することなく出て、まあ、三流大学ですね。全然有名な大学じゃなくて、まあ、TY 大学っていうところがあるんですけど、で、まあ、大学の勉強ができたからって、社会人として優秀なのかって言ったら、これはまた全然別の話になってきて、要は教科書通りとか、当たり前のことを覚えるとか、ある程度の法則みたいなのを、そういうのを暗記するとか、そういうのはね、学校の勉強っていうのは、優れてる人は強いと思うんですけども、まあ、応用が効くか効かないかっていうね、ところで、まあ、社会人としての応用みたいなところで、まだ社会人経験確かに経験が、浅いですけれども、まあ、最初は営業職でね、新卒で入ってきて、そこが使えなくて、我々の方の、部門に、まあ、天下りじゃないですけど、全然拾われて、ね、若いやつで、ちょっと使えないけど、こういう人いるんだけど、いるっていうことで、そしたら、じゃあうちで使いますということで、他のグループ会社から流れてきた、人間になるんですけども、で、今年24歳、大卒、で、上級社員。ホワイトカラーの仕事。要は、将来的には管理職候補、管理職になる方、幹部候補生ですね。ちゃんとわかりやすく言うと。で、我々のような、まあ、おじさんたちとか、百戦錬磨の、つわものの猛者たちを、ね、猛獣のおじさんたちもいるんで、働かないおじさんとかをまとめ上げていくということなんですが、まあ、それで、どちらかというと、その現場の実地研修が全然ダメで、で、まあ、右と左の部品があるんだけど、それわかんない。全然わかんなくて、右と右をくるんじゃったりとか、ね、右とレフト、ライトが必要なわけですよ。そういうのも基本的なこともできなくて、で、仕事のデスク周りをちょっと見てみると、もう雑然としていて、どれが優先順位の仕事かっていうのを片付けられない。全然全くできなくて、あれもこれもやろうとするんだけど、全然終わらなくて、結局点が線につながんない仕事をしてるわけですよ。点ばっかりの仕事をしてるんで、だから本人の身にもならないし、何やってんだかいまいち分かってないんだけど、なんか言われたから、これやってますみたいな内容らしいんですね。で、この人間とちょっとね、話す機会があった人がいて、その方から聞いたところによると、まあ、上司がいて、無能な上司がいて、まあ、無能な上司がもともと仕事がないものですから、なんか適当な仕事を作って、それで、まあ、結果的に、じゃあこの子にぶん投げるわけなんですけど、まあ、上司ガチャが外れちゃったんで、かわいそうではあるんですが、もう24になりますからね。で、私も24歳の頃は一人で打ち合わせをするとかですね。お客さんっていうかね、クライアント、こっちはクライアントですけど、まあ、取引先が来て、一人で打ち合わせをして、全部決めて、それを社長に報告して、そしてその許可が出たら、店のオープンとかをですね、そういう進めていく段取りをする。すべてね、電話機の手配から、スタッフの手配は別なんで、電話機とか設備のね、ベッドの機械だとか、あとはレジ回りとかそういうのを、全部自分で段取り組んで、このオープン日の前の日までに用意して、何日間か、オープン準備の期間を作って、スタッフが何人来て、っていうことも、もう24、5でやってました、そういうこと。
で、役職ついてないですよ、もちろん。ついてないけど、現場を仕切れるぐらいの、まあ、俺は2じゃないからね。大卒じゃないから。まあ、20歳で21になる年から働いてはいるんですが、でも1年目からもう打ち合わせはやってましたよ、一人で。別にそれがすごいとかっていうんじゃなくって、だって、そんなのは実地で覚えていけば、ね、考えていけば、もうわかるわけですよ、ある程度。どういう流れでこういう仕事はどういうの、何が必要なのか、どうしてこれが必要なのかっていうのを、考えながら仕事をやるわけですよ。まあ、それが普通とは言いませんけど、それが考え及ばない人間もいるので、まあ、だからそれができない。要は話をちょっと戻しますけれども、いろんな仕事を食べちゃって、食い散らかしちゃって、結局どれもこれも終わらないうちに、またなんかこう、雑然とした状態になっていると。だからまとめ方がわからないという。だから優先順位をつけて、すぐ終わるものを先にやるのか、それとも本当に重要性の高いものを一番最初に持ってきて、それが終わったら順々にやっていくというね。その順々にやるという作業ができないという。だからとっちらかっちゃってもう大変なことになっちゃってると。だからそれは仕事ができるようになってから、かいつまんでいろんなことを手を出して、すべてが終わるっていうふうに、ね。結局終わり良ければすべて良しとなるわけなんですが、終わってなければそれはダメってことになっちゃうわけですよ。だからそういうふうな部分も教える人が誰もいないので、まあ俺はおこがましくてそんな教える立場にはないし、その彼をずっと見てるわけではないですから、現場作業の方が忙しいので、まあ何か聞かれればそういうのはね、答えますけどね。まあ例えば工場であるから、工場の護衛数というね、ものもすぐにパッと出てくる。じゃないと困っちゃうわけです。頭に入れてれば、それが仕事につながるってね。ね、皆さんも多分分かってると思うんですけど、サイエンスのところもありましてね。うん。だけど、多分それ聞いても、絶対出てこないだろうな、というのと、で、まあ、管理部門の仕事だから、我々のスタッフだとか、現場の流れとか、止めないように、まあ、どうする、何を手配する。で、人員は誰かね、欠勤してたら、誰をこう、運ぶっていうね、入れるとか、そういうのがあるわけなんですけど、で、この間、ちょっとした、不思議な、なんかこう、話を聞きまして、各フロアに、温度計と湿度計っていうのがあって、で、それをね、毎日チェックしてるらしいんですよ。記録して。で、じゃあ、その記録することによって、で、それを何に生かすのかと。ね、それをやれと言われたらしいんですよ。毎日ね、各フロアの温度と、ね、気温と湿度を測ってくれと、まあ、上司から言われて、まあ、ただ測るだけだって意味がない仕事じゃないですか。これだってどこにつながるのっていう。だからこの仕事が何につながるのか、何に生かされるのか、でそれが、しりきりとんぼで終わるんだったらこれやっても意味なくないですかという質問がね、上司に出るのが普通なんですけれども、まあ、全く出ずで、で、なんかその記録取ってるのっていう、まあ、うちの同期が聞いたんですよ、俺の同期が。で、じゃあやってますと。気温と湿度、毎日つけてますと。で、じゃあそれ何に生かされるのというふうに聞いたら、いや、よくわかんねえっすと。だから今の Z 世代というか、そういう、なんだろうね、まだ経験のない人たちって、こんなもんなのっていうね。だからそれをつけて、例えば、作業環境が良くないっていう、だから温度と湿度を見るっていうことは、環境が悪いかいいかというのを単純に考えれば、見てるわけじゃないですか。じゃあ温度が高くて湿度も高いよっていうフロアがあったら、じゃあこれは温度を下げるため、湿度を下げるために何かを設置するとかね。大型の扇風機、冷風機、ね、クーラー、スポットクーラーを用意するとか、給水器を、じゃあ、ここのフロアに2個ぐらい広いフロアだから、で、10人ぐらいいるから5人でね、1台っていう割り当てで2台設置しようかとか、ね、あとは塩の飴をね、どっか設置するとかね、みんなが、熱中症にならないように対策を練ろうかっていうならわかるんですけど、で、この上司もバカだから、無能だから、要はそれにつながる仕事ではないですよ。とにかく、温度と湿度を記録取ってますよって。で、誰に出すのって、これ、特に誰に出すわけでもないんですよ。だから多分、自己満足というか、自分たちが、なんかこんなことやってますよ、みたいな仕事がないので、まあ、干されちゃってるからね、その上司も。まあ、それも問題なんですが、かといっ
って、まあ、上司ガチャが外れとはいえ、それで金をもらってるわけなんですよ。だからボーナス3ヶ月分と、基本給が25万とかもらってるわけですから、でその分に見合った仕事をしてればいいんですが、全くだからそういうのやってなくて、あとは、廃棄品を燃えるゴミ、鉄と、木くずだとか、まあ、プラスチックだとかっていうのを分けてるらしいんですよ。だから、ある方が、まあ、その若い社員、正社員のね、上級社員の方に、聞いたわけですよ。君はどんな仕事をしてるの？って言ったら、廃材を分解してますよね。そうすると廃棄代が安くなりますと。いや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 。お前の仕事はそれじゃねえし、廃棄なんかいくら覚えたって、その分解の仕方を覚えたって、こっちは物を作る仕事なんですよ。物を作って製品に組み込まれる製品、部品を作ってなんぼ。ね、完成品もありますよ。そういうのを作って、売り上げになるわけですよ。それ、上級社員はそこをやんなきゃいけないんですけど、その捨てるどうでもいいものなんかを、覚えたところで分解作業したところで何もなんないんですよ。まず分解する必要性がないので、そういう作業は一切、将来的にも発生しないので、逆に組み立てるって作業は必要だけど、どこに組み込まれてて、こうなってくるとかね、どういう動きをするとか、ね、これはどういう製品で、ね、どんなものなのかって一切関係ないですよ、ゴミだから。だからゴミを漁って分解して、で、それがじゃあ、廃棄の費用で、本当はだから、まるっとやってると、だこれ1台が10万円っていうのを、これをじゃあばらしますと。燃えるゴミ、燃えないゴミとプラスチックで分けて、そしたら8万円になりましたと。じゃあ2万円浮きましたと。じゃあ1回の廃棄代で、まあ1週間に1回ぐらい来るようなので、まあ4週で2万で、8万円毎月浮きますと。だから何って話でしょだってそんなの、お前の時給単価と、ね、その25万円で、まあ稼働日が20日として、でそこに2、3時間いるわけですよ。2、3時間バラし作業をやって、それにかかってるお前の時給と、ね、全部やって、そしたら、まるっと2万円浮かないわけですよ。こいつの人件費みたいなのがかかるわけで、だからそういう見えないコストという部分も、勘定に入れてない、分かってない、単純に足し算引き算しかできないというところなので、まあ、ちょっと非常にひどいなと。で、これね、彼のためにも良くないんですよ。彼を悪く言うつもりはないんですけど、これが現状なので、それをやってったら誰も、誰もというか、まあ、誰も教えられないんですよ。要は、自分たちよりも、階級的には上にいる人たちっていうことになるんで、まあ、やらされてるってね、その無能な上司にやらされてて、だから何のスキルにもならないんですよ。で、もう1年ぐらいになるわけですよ。で、ね、1年でいて、覚えた仕事って、廃棄品のバラしだけっていう、もうとんでもない今事実がこれ分かったわけですよ。で、これを誰も管理してないんですよ。把握してないんですよ。で、その無能な上司っていうのも上にそれを報告してるわけじゃなくて、この上司が無能すぎて、そこに誰も突っ込まないから、まあ問題起こった時は突っ込むけど、みたいな。だから普段の何をやってるかっていうのは誰もなんかもう見放し合ってる状態だから、その下にいる彼っていうのも、まあなんかいるんだろうなぐらいで、見放されてるわけですよ。ただね、ただ会社はそれだと給料上げられないですから、ボーナスの基準、査定基準がないわけですから、で、なんと月別の目標みたいなのがあるわけですよ。今月の君の目標はこれっていうのを、この無能な上司から言われるんですけど、もう1年近くになるのに半年は過ぎてるんですよ。やっと、現場、我々、ね、現場作業員とコミュニケーションを取るというのが今回8月の目標だったということで、じゃあ彼は何て書いたのかと。これちょっと聞いた話なんですけど、挨拶をすると書いたんですよ。いや、挨拶は基本だべ。挨拶は。何も仕事できねえんだから挨拶ぐらいはやれよと。自分の方から積極的にっていうのは、それは社外人の基本じゃないですか。アルバイトでもそうですよ。だからあんなバラシの作業なんか外人のアルバイトでもいいし、日本人のおじいちゃんのアルバイトでもいいわけですよ。だって技術要しないから。ただ工具で、ネジとか、そういうの、ビスを外して、ナットとかを取って、ボルトナットを取って、鉄と中に分けるだけだから、そんな高いスキルはいらないわけですよ。大卒のやる仕事じゃないわけです。それを、まあ、自分の仕事だと思っちゃってるっていうのも悲しいかなと。で、さらにその、挨拶、皆さんとコミュニケーションを取るというので、じゃあどういうこの目標に対してあなたはどういうアプローチをしましたか、
結果どうでしたかっていうね、まあ、達成率何パーセントぐらいですかと、自己評価でね、っていうのがあるわけですよ。で、もうそんなのは、いくらでも書けるじゃないですか。皆さんだったらどう書きます？じゃあ現場の方とコミュニケーションを取るのが今日あなたの目標です。今月の。どうしますか？まあ僕だったらね、大した回答じゃないですけど、もちろん挨拶っていうのは大事だけど、それは別に書かなくてもいいし、まあ現場の方に、行って、ね、普通に皆さんの体調管理とね、具合が悪くないかどうかを話しながら、今問題になっている問題点だとか、困っている点、あとはこうした方がいいとかっていう何か提案っていうのを吸い上げて、要は普通の会話の中から吸い上げて、それを実務に反映する。それ働きやすい環境づくりをすると。ね、そしてコミュニケーションも取ると。ね、コミュニケーションを取った上で、なおかつ、画期的な、その効率が上がるような仕事につなげるものを探す。ね、それを、そしてヒアリングする。ね、現場の声を聞く。だから全て聞けばいいってもんじゃないですよ。できる、できないは、そこで判断をね、後から判断すればいいことなので、まず要望を聞く。そして、風通しの良い環境を作るというのは、これが社員というか俺も社員なんだけど、上級社員の、仕事なわけですよ。で、下級社員はね、特にそういうのはないんですよ。もうひたすらお前らも働けよっていう感じのところなので、要は管理を される側なんで、我々は。だけど、いきなり管理側だからって管理の仕事ばっかりができるわけじゃないじゃないですか。まず現場を知ることによって、管理の仕事ができるようになるわけですよ。管理、だって現場知らないのに管理なんかできるわけないじゃないどう考えたって。だから今頃になって、まあ仕事がないんだかわかんないんだけど、作業手順書っていうのがあって、別に ISO とか取ってる会社じゃないから、そんなのいらない。まあ、ただね、新しい人が入った時に、それを見ながらやれば、誰かに、いちいちね、つきっぱなしで、教わんなくても大丈夫だよっていう作業手順書みたいなのを作ります。あるんですよ、元のやつが。それを、なんか肉付けして、足んないところをやるとか、今風に変えるとか、やるだけで、まあ、一週間あれやる、ね、そんなのね、一週間以内できますよ、すべてね。だけど、もう数ヶ月にわたって、かけ、もう半年以上それやってるんですよ。いつまでかかってんの？だから現場を知らないから。来ないんですよ。で、まあ逆に来られても邪魔になるしねっていうね。ただ、わかんねえから教えてくださいって言えば、いくらでも教えるわけですよ。だってそれを無視しちゃったらパワハラになっちゃうからね、逆にこっちは。だから、何がわかんないのか多分わかってないと思うんでね。だけどそれは、だから、もう、なんていうのかな、本当に、周りのそういう、ちょっと助言をしてくれる人がいるんで、その人にもう、まるっと聞いちゃって、で僕には何が足らないでしょうかと、僕は何をすればいいでしょうかってやれば、多分君の動きはこういう動きをして、こういうこともやって、こういうことも知っといた方がいいよってなるわけですよ。だからその社長に、最終的に社長に提出する個人目標の書類っていうのが、今月8月の末に提出期限だったんですよ。要は1ヶ月間ね、猶予があって。だから全然やってなくて、やっと30日になってギリギリ仕上げたみたいな。で、結局その挨拶をしましたみたいなのを書いて、だそれだけじゃダメだよって言って。まあ400文字ぐらい埋められるとこあるんだけど、でそれをだから、もうちょっと肉付け しなさいよみたいなので、どうやったかわかりませんけど、まあ、多少やったそうですが、多分これ、ちゃんと見てる社長さんだったら、アウトですね、もうね。君今まで何やってんのって、今頃何やってんのって話なんですよ。で、逆にその子怒るんじゃなくて、その管理職、こいつがテーマを与えたのに、なんでそんな半年以上、1年近く経ってる人間に、そんな入ったばっかりのような初期のテーマ、ね、目標を与えたのかっていうふうに俺は言いますよ。俺が社長だったら。ね、意味ねえだろ。もっとクオリティの高い仕事せえよと。他にやるべきことあるんだろうと。ね、だから仕入れの、ね、チェックだとか。要はね、だから支出とね、出るものと利益のものっていうのを、カウントとか、ほら、そっちの方が大事なわけじゃないですか。数字を管理する。人間を管理してればいいってもんじゃないんですよ。人間は二の次にいいんですよ。数字を抑えた上で人間の管理もして、安全対策だとか、ね、人間って消耗品だから、機械じゃないからね。ずっと負荷かけても動かないわけだから、何か問題点がないのか、もっと効率が上がる方法はないのかっていうのを、
考えるのが管理職の仕事なんですよ。管理部門の、ね、仕事です。だったら人員が足んないんだったら、ね、求人広告かけようかとか、ね、求人かけようかとか、他の、ね、部門からスカウトしようかとか。で、あとは、ちょっと働きの悪い子がいたら、なんでかっていう理由ね、それも、ね、原因突き詰めて、本当に得て増えてがあるから、向いてない仕事をやってる人間であれば、もうしょうがない、交代してもらうとか、あとは定年、ね、退職後の雇用延長になっている、ちょっと働かないおじさんたちが仕事のがちょっとできないので、サボっちゃうので、だったら近所の、近くに住まわれている60代ぐらいの方で、アルバイトみたいなので雇ってカバーするとかっていうのを考えていくのが管理職の仕事ですね。管理部門。あとはもう、ね、もう労働基準法っていうのを抑えてない上で、この間揉めたでしょ、この人が 無能だったから。俺が、ね、それを言ったわけじゃないですか。それで今、役員の方にもそういうのが言って、まあ、こいつをどうしようかって言って、こいつが一番叩かれるべきのところなんでね、その下にいる彼はかわいそうなんです。逆に被害者でもあるんだけど、あまりにもだから無能な上司の下で無能な社員が育っちゃってるみたいなところがあって、今落語してまして、要は現場に一切出てこなくて、机のところでエアコンの効いた部屋でぬくぬくと、やっているわけですよ。で、何やってんだかわかんないね。それで変な文章みたいなのも、それが1日で終わるところを1週間かけたり、2週間かけたりとか、ダラ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 、やってるんで、要はケツを切ってやってないからね。で、本人もだからもうなんとなくダラダラやればいいんだな、毎日みたいな形になっちゃってるんで、だから彼のためにならないね。これから社会人人生が長い人間なわけですよ。で、育てなければ、会社の屋台骨として育てなければいけないものを誰も教育ができない人間ばかりが周りにいるんで、ちょっとお気の毒かなと。だけど、彼ももう大人なんでね、もう24歳といえば。だから自発的に、やっぱり俺ってなんかおかしくねえかと。ね、他の社員に比べて何か働きがちょっと悪いなと。もうちょっとクオリティに高い仕事しなきゃなんないんじゃねえかというのが気づくべきところが気づかないと。まあだからそれは、まあ今時の子だからなのかっていうふうに片付けちゃうとそうなのかと。若いから、ね、まだ社会経験もないから思いつかないのかと。いや、今情報がいろいろあるわけだから、ね、なんかやれば調べられるわけじゃないですか。ね、24歳、25歳、26歳、ね、その辺のちょうど働く、これから勢いを乗るところで、ね、何をすべきかというね、それは、もう自発的に見つける。だからこの人にやる気がないのよ、その若い人。もう覇気がない。目がね、死んでる。一応挨拶とか言うんだけど、あとね、キャッチボールができない。会話のね。いきなりなんか水筒を忘れたっていう話になって、で、ある人が、で、どこにあるんだよ、みたいな人は全然記憶にないんだと。でも、でっかい水筒があります、みたいなこと言ってて。いや、水筒の大きさ関係なくね、みたいな。急に突然会話の、全然関係ない。流れに必要のないキーワードが出てきちゃうみたいな。だから多分ね、発達障害とか、申し訳ないですけどね。一回診断行った方がね、いいと思うんです、彼はね。で、やっぱりその前職の営業の時も全く使えなくて、パートのおばちゃんたちにも、怒鳴られるぐらい、普通可愛がられるじゃない、若い社員って。だから、嫌われるぐらい、もう目につくというね。だから、行動も目につくし、だからやってることがわけわかってないし、本人もわけわかってない。で、なんでそれをやってるのかっていうのは本人も疑問に思わない。とにかく言われたからやるっていう、それでバイトで十分なんですよ。アルバイトの仕事を正社員っていうか、その上級社員がやっちゃってるみたいな。うん、だから、まあ、正社員って言い方の方がいいかな。正社員がやんなくていいようなことをやっちゃってるっていう、バイトレベルの仕事をやってるよと。だって上級社員、俺が変わるよみたいな。そんなレベルでいいんだったら俺が上級社員やるわみたいな。だけど年齢でほらダメだからね。あと、大卒じゃないから。本当にもう、そこで格差みたいなのがつけられちゃってる会社なので、これもどうかと思うよ。そこを撤廃しない限り、多分この会社の発展もないと思うね。俺が優秀とかじゃなくって、俺じゃなくって他のね、方がいるわけですよ。大卒じゃない人で仕事ができる人がいて、まだ40代の方がいるんで、そういう方たちを取り立ててって、現場の責任者にするとか、にしないと本当はダメなのに、その現場を知らないような大卒だからっていうんで、持ってこられて、
いきなりこいつらの管理せえみたいなね。だから本当に、羊飼いのさ、犬じゃねえんだからっていう、本当に。俺ら羊じゃねえからなっていう。本当ね、よくわかんねえ会社なんだよね、古い体質っていうか。大卒で勤続年数が長ければ、どんどん管理職が上がっていくみたいな。おかしいんだよね。それで、毎月の目標みたいのがあるけど、そんな幼稚園児みたいな、内容でいいのみたいなね。あなたの今月の目標は挨拶すること、コミュニケーションを取ることですよ、って。じゃあ何をしましたかって言うと、挨拶をしました、みたいな。自分から挨拶をしました、みたいな。いや、当たり前だろって、お前。新入社員で入ってきてんだから。お前から挨拶するのが当然だろっていう、風になっちゃうわけじゃないですか。だからもう、なんかね、ずれてんだよね、社会、一般社会からするとね。だから、こっちは別に、な、面白いネタとして今話してますけど、これ事実なんですよ、これ。びっくりすることに。こんなんで、大した仕事をしてないのに25万円もらえて、ボーナスも基本給25万円かける3ヶ月分のボーナスがもらえるんですよ。よくないですか？だって3ヶ月いかないぐらいしか俺もらえてないからね、俺らの現場の方は。だから、どうなのそれっていうところ。だからみんな舐めちゃってるんですよ、みんな。だから管理部門の仕事の人たちを、こっちはもう舐め切っちゃってるから、もうみんな、あんまり敬語使わなかったり、俺はちゃんと使ってますよ。彼が24歳で、俺よりか後に入ってきた人間であっても、ね、ゆくゆくは、管理職候補になる、幹部候補生なので、まあ、育つ育たないは別として、まあ、くったらね、バカなこと やるんだ、そのような人間になるんだったらいつか叩き落としますけど、温かい目で俺は見てますよ。ちゃんとね。ちょこっと、なんか言われたら聞くけど、返すけどね。こういうこと聞いてくるんで、それに対してちゃんと答えてね。で、あとなんかわけのわかんない行動をしてるんですよ。質問が来るんで、まあ、主語がないよと。君、主語がないよつって。何が聞きたいのって。もう優しく俺は接してますんで。わけのわかんないこと言うやつは厳しくやりますよ。違法なことを平気で高圧的にやってくるような人間に対しては、ビシュビシッと、やってきますんで。もう俺はほら、出世しようとか、社会人で成功しようとかもう思ってないんで、もう定年までもう、ね、10年ないんだから、おとなしく働きたいわけですよ。静かにおとなしく働いて、もう粛々と、人生をね、揉め事なく終えたいわけですよ。静かに終えたい、ところなんですね。話がちょっとそれましたけども、そういう、ちょっとあまりにも、内容が、レベルが低い、大卒のね、方が、いらっしゃったんで、まあ、将来ね、あとね、彼も、ね、30年ないぐらいね、働く、60までが定年としたら、あと24年とか働くわけでしょ ?24 年でどういう人間になるのかって、楽しみだよね。どこまで成長するかなっていう。ただね、俺は、ちょっとそういう発達障害系の悪いけど持ってんじゃねえかなっていうふうにはね、思ってます。だってもう、とっちらかっちゃってる仕事も。できないし、あれ、たくさんのことができないんでしょ、ああいう人たちって。だからそれが悪いとかじゃなくって、そういう症状を持ってる人に、どんだけやらそうとしても、できないものはできないんですから。それをだからちゃんと上の人間が把握して、この人間がこういう存在なのかって、まあ別にほら、検査言えとか言えないよ。それは言っちゃうとパワハラになっちゃうから。そうじゃなくって、そういう人間なんだなと思ったら出世コースから外す。だって、周りが迷惑するもん、そんなの上に上げたら。そうじゃなく、ちゃんとあとは教育して、この人が理解をできて、それが反映されて、ね。それちゃんとハードルを超えていけるのかっていうのも見なきゃなんないわけ。だからこいつが無能だから見れないんですよ。気の毒だよね。だから、無能の下に無能の社員がつくと全然成長しませんよっていう感じですよ。わかりやすく言うと。無能なのは、詰め込んで学習させれば有能になるんです。だけど、無能、単純な無能っていうか、もう、新生の無能だったら、何を教えても無理なんでわけなんですけど、まあ、大学まで多分出てるので、無能ではないはずなんですよ。今が無能なだけで、将来は無能じゃなくなるわけなんですよ。だからこれを鍛え上げるか、ね、いろいろ教え込んで、ちゃんと理解させて、行動ができるようにね、見てあげるのが、この管理職の仕事なんですよ。
それやってないんですよ。もう放置主義で、もう言いっぱなし。あれやっといて、これやっといて、それじゃあいつまでなのっていうのがないんで、逆に彼がいつまでやればいいんでしょうかというので、全部期限を区切って、それまでにクリアする。できないものはできないと正直に報告する。だから、ほうれん草っていう部分もあるわけですよ。そういうのがな、まあ、すべて、基本の木から始まって、それが仕事に反映されて、こなすことによって、その人のスキルが上がっていくっていう。ね。最初からできる人なんかいない。最初はできなくて当たり前。でも、このできないのがずっと続いちゃって、30歳になっちゃった時は、もう手遅れになるわけですよ。だそれを俺はちょっと心配はしてますが、人ごとなの。まあでも、所詮他人の話なので、俺には全く関係ないことなので、この人が、まあ、どう生きようが無能でね、使えないっつってみんなからバッシング食らって会社いらんなくなっても別に俺は関係ないので、別に俺の親族じゃないし、友達でもないし、後輩でもないので、同じ 部署ってわけでもないからね、その党にはいるけど、会社の中にはいる。工場にはいるけどね。だけど、まあ、そうどう生きるか、ただね、パッと見て、もったいねえなと、24歳、今年24で、ね、まだまだ前途、洋々の若き、ね、若きエースですよ、本来であれば。まあ、だけど他でちょっとね、使えなくて、ポイって投げられて、まあ、こっち来たけど、また使えねえんか、というふうになってしまうと、彼の立場は危ういかなと。今度転勤が、土砂回りが始まりますんで、使えない人間はずっと土砂回りさせられるみたいで、そういう、それに、まあ、耐えられるだろうね。多分ね、そういうね、あんまり考えてないから、苦に、思わないみたいで、だからメンタルは最強に強いね。打っても響かないって。だって何も考えてないから。ああ、最強だよ、やっぱり。そこはね。うん、ただそれじゃあ、何も身に入んないし、身につかない。身に入らない、身につかない。イコール成長しない。スキルも上がらない。もうダメ社員が出来上がる。見えちゃってるんですよね。見えちゃってますね。いやー、やばいね。だから彼は本当自分自身にケツひついて、やべえ、俺なんとかしなきゃ、俺何したらいいんだろうから始まんないと、今ね、言われたまんまなんか疑問に思わずやってるの。だからそういう温度、湿度測る仕事だって、これは何になるんですかと。で、いや、特にないって言われたらなんでやるんですかと。もう上司だろうが、疑問に思ったことは質問した方がいいんです。逆らうんじゃなくて、質問で返す。で、それに答えられない上司だったらもう無能なので、まあやり過ごして、ね、自分のスキルになるようなことを、もう、なんだろう、独自でこうやっていくしかないのかなっていうね。見よう見まねでね。だそれぐらいのハングリーさがあるかどうか、まあそこまで考えてねえかよね、あんまりね、そういう人たちは。まあなんとなく金もらえてね、ボーナスももらえて、あと彼女がなんかできたらいいなぐらいで、今彼女をね、マッチングアプリで作ろうとしてるんだけど、全部振られてるようです。当たり前ですよ、だってそんな。多分会話も成り立ってないだろうから、やべえやつだと思いますんで。だそういう仕事も一個一個こなせるようになって、会話もだからスムーズにできるようになるんですよ。だから最初から会話なんかうまくいかないのは当たり前なんだけど、だから結局そのまんまいっちゃうわけじゃないですか。成長しないっていうことは。だからそうなってくると、某迷惑系婚活 YouTuber、バカみたいに、あいつみたいに、変なになっちゃうわけですよ。偏ったね、人生を送る。ね、もうわけのわかんない、幸せとはこうじゃんみたいな、お前がなってないのに幸せなんか語れるわけねえだろっていう、なんかわけのわかんないような人間に、なんか成長はしてほしくないなっていうふうには思いましたね。別に俺は偉そうに、俺は成功者じゃないですよ。成功者じゃないですけど、ね、最低限これぐらいはやってこうよみたいなのはわかってますよ。ちゃんとね。だから一応そういうね、いろんな問題定義もして、言っても、会社側から煙たがられてはないです。別に、逆に、いろいろ言う、ちゃんと言われましたね。助かります、みたいなんで。指摘が、いろいろ聞かれたからね。俺が言ったんじゃなくて、聞かれたから、その全部、言ったわけですよ。こうじゃないんでしょうか。これはまずいんじゃないでしょうか。こうじゃないと、どうなんですかねって話をしたら、もうおっしゃる通りです、ということだった。別に俺が選ぶってるわけじゃなくて、当たり前のことを、やっぱりそれなりに社会を渡ってきているので、いろんな会社を見てきて、思うところはあまりにもずれすぎているところがあるので、まあそれはね、ちょっとね、言わせてもらいました。まあだから彼の点も、言ってみました。バカな上司が彼のせいにしたりね、責任転嫁をしたりして、要は盾にして、
都合よく使ってると。これ問題だと彼は育たないよと。ね、だからなんとか、ちょっと外して他の人間につけるとか、現場で実地の研修をね、もうやっていくか、やっていくとかね、しないと、本当にうつもれてしまうのでもったいないですよと。せっかくね、雇って、ね、また他でね、例えば前が使えなくても今が使えるようになればいいので、ちゃんとうまく使った方がいいんじゃないですかと、お金払ってんならということはね、言っときました。ただ俺はそういうの、面倒見る気もないし、だって別に俺の後輩じゃないから。それは誰かやってくださいよと。俺はやる気はないんで別に。かっこつけるつもりもないし、誰かその人の上に立つ気もないし、ね、責任ある仕事をね、責任者としてやる気もないと言ってきました、そういうのはね。しっかりと。だってそういう会社じゃないから。もう年齢で転職組だから、もうアウトなんですよ。出世コースっていうのからもう別なんですね。全く別なんで。評価制度もないから。ただ自分が働きやすい環境を作るために自分自身のことは自分で守るしかないので、ちゃんと主義主張というのはやっていこうというふうに俺はやってます、ね。実際ね。自分のことは自分で守る。これしかない。まあ、ちょっと話が長くなりましたけども、ちょっとこのね、若い、ね、大卒社員の男性がね、24歳の男性が、ちょっと厳しいよというお話でした。それでは、皆さんごきげんよう。じゃん。